明日川村さんのやつ地元だよもう足いっぱい。実際健太郎さん的には今日その先頭立った後、まあ、中段の桜井さん出てきたんで、またいやあそこで、うん、清水に叩かせて中段取りたかったんで、やっぱ今日バックがすごい向かいなんで、多分止まると思ってたんで、まあ、いい感じに。ただちょっと最後鹿島さんの振りが苦しかったですね。もう一回もらって、はい、でも落ち着いて走れてるんで、足自体も問題ないです。まあ、その復活していける段階の中でこういうメンバーで立ち返ってしっかり、ね、勝ち上がったのがやっぱり大きいですし、まあ、練習も年末からちょっと変えて、それが少しハマってきてるのかなっていうのもありますし、うまく出たって感じですね。実際、まあ、より上に戻ることを本当に念頭にあると思うんですけど、練習で結構いい練習できてるんで、まあ、1回動いて中段取れるようなレースして、まあ、ダメなら仕方ないですし、まあ、それで結果が出てるんで、このまま続けていきたいですね。またよりそのいい弾みになるために記念の優勝は少し意識は、まあ、とりあえず乗れたんで、そこはまず明日はまあしっかり走ってみて、頑張ります。